時世は、日本の作家、東野慶吾の SF ファンタジー小説。2002年7月に、t o k i o の題名で講談社から単行本が発行された。講談社文庫版が2005年8月に発行された際に解体された。舞台は1970年代の日本。どうしようもない若者だった、主人公が謎多き少年と出会い。 行方を消した恋人を追う姿を描いた作品。様々な人との出会いをきっかけに、自らの人生と向き合い、人間として成長を遂げていく、主人公の姿を通して、生きることの希望と親子の愛が描かれている。また物語の中では、KDD 事件や日本ザカトンネル火災事故が、モチーフとして扱われており、作品を構成する重要な要素となっている。 宮本匠はろくに働きもしない、無来の若者で、その日暮らしの生活を送っていた。ある日、匠は、花屋敷で自らを、時キと名乗る不思議な少年と出会う。身寄りのない時キのことをなぜか他人のように思えない。匠は、自身の住むアパートに、時キを居候をさせることになる。匠には、千鶴という恋人がいた。千鶴は、 実家の貧しさゆえに夢を諦めスナックで働いて、生計を立てていたが、匠は金に困るたび、そんな千鶴に金をたかっていた。それでも千鶴は、匠との将来を夢見て、トキオにも優しく接していた。そんなある日、千鶴が突然姿を消してしまう。部屋の置き手紙には匠への別れの言葉が残されていたが、一方的な破局に匠は納得がいかない。 やがて、石原と名乗る不気味な男が千鶴を探していることを知り、彼女が大きな事件に巻き込まれていると感じた匠は、時をとと共に彼女を探し始める。時を父への伝言のタイトルで、テレビドラマ化され、2004年8月30日から9月30日まで、NHK 夜の連続ドラマの枠で放送された。全20回。 2004年から25年前にあたる1979年にタイムスリップした匠の息子、トキオが25年前の匠の恋人であったチズルを探し、列島縦断の旅に出て、25年前の匠とトキオが共に1979年の世界で生活をしていきながら、25年前の匠の成長していく姿を描く。脚本は福田康史。 幼い頃に自分を里子に出した母親への恨みから、肉親の愛情を信じられず、性格が屈折している。何かと強がっているが、実は視野を信者。2004年、50歳の匠は、半導体関係の社長になり、人望が厚い大人の男に成長している。1979年2004年この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。時を父への伝言に関するカテゴリー。 ありがとうございます。